コンドームバトラー五郎第19話のあらすじ。コンドームプロライセンス試験に挑む五郎たち、2つ目の試練はサバイバルテストであった。今回も長期戦になりそうだな。よし、コンドームリザーブ、コンドームセンおい見ろよこいつ、もうセットしてやがるぜ。なんだと。プロはギリギリになってからセットするんだよ。確かにその方がなんだかかっこいいような気がする。大変だ、ここは水管水晶の森だった。みんな気をつけろ。見てゼオの様子がおかしいわそうか、ゴローはコンドームを最初からつけていたから無事だったんだ。コンドームは避妊だけでなく性感染症予防のためにも大事なんだ。ゴローの勝ちだ。よっしゃ、強敵だったぜ。フォッフォッフォ、ようやったぞい。コンドームに幸あらんことを。コンドームマスターの教えを守り抜き見事第二試験を突破したゴローたち。次回コンドームバトラー、ゴローハメ外してもゴム外すな。次もみんなでコンドームセッツ。